今川動画製作所。おはようございます、牧村補佐。今日も早いですね。黒瀬さん、俺の名前は牧村豊、大番組系今川組の若頭補佐のはずなのだが。幹部になってからも補佐は毎日事務所に顔を出していて豆ですね。うちは結構来たり来なかったりの人の方が多いんですが、牧村補佐のような経歴の組員は珍しいですからね。この回転組では貴重な人物ですよ。あのこの回転組ではって、牧村補佐はうちの若頭補佐じゃないですか。うちの若頭補佐？俺気がついたらここにいたんですけど、いつの間に回転組入ってた？ちょっと待ってください。今川組はどうなったんですか？今川組、組長不在のまま数年前に解散届を出したあの今川組ですか？ああ、これ世界線違うやつだ。しかもよりにもよって俺が回転組の若頭補佐になってるパターン。エイプリルフールで運営が何か仕掛けてくるとは思ったんだよ。思ったけどこれはなくない？一番嫌なパターン持ってくることないよね。牧村補佐、どうしました？あのお腹痛いんで家帰ってもいいですか？おや、それは大変ですね。だったら送りますよ。どうせ超ご近所ですし。超ご近所？だって同じマンションに住んでるじゃないですか、新海組長も含めて。なんでそうなった？でも待てよ、考えてみたらギロカジは俺んち住み込んで世話してくれてるし、同じマンション内に1個買ったし、だとしたら同じマンションにみんなが住んでるのもおかしくない？いや、おかしいでしょ。新海組長と黒瀬さんと俺だよ。はい。あの、どういう経緯で同じマンションに入居したんでしたっけ？どういう経緯って、そもそも組員って気軽に賃貸契約結べませんよね。そこんとこどうクリアしたんですか？ああ、それはビルの持ち主が借金を返済できなくなったので、うちの組が実質的に差し押さえたんですよ。所有者名義は変えないままうちの組の所有物になってます。いい方向いい。現在組関係者で入居しているのは我々だけですが、他の部屋の家賃は組の資金源にしてます。ご存知でしょう？これ本編に関わるネタじゃない？本編でも新海組長と黒瀬さんそういうことしてない？とにかく送りますよ。牧村補佐付きの部屋住みに連絡しときます。え、俺付きってもしかして俺誰かと同居してるんですか？やだな、岡本さんじゃないですか。すみません、お腹治りました、家帰りません。っていうか、なんで岡本さん、どういう縁でそうなったんですか？どういうも何も、やらかして組長に始末されそうになった岡本さんを牧村補佐が助けたんじゃないですか。何やってくれてんの俺。とはいえ岡本さんは性根が腐ってますからね。保険として自慢組から引き取った渡んずさんと二人で牧村補佐付きの部屋住みをさせてます。俺んち今最悪の構図じゃないですか？ええ、手癖の悪い2人で監視が大変なので、どちらかが逃げたり盗んだり補佐に危害を加えようとしたら、もう片方が全ての責任を負って始末されることになってます。なのでお互い命がけで互いを監視し合ってるので安全ですよ。結託する信頼関係もないですしね。うわぁ、回転組のやり口怖い。大丈夫、エイプリルフールは今日一日、12時過ぎれば元に戻る。今日の補佐はちょっと様子がおかしいですよ。どうかしたんですか？なんでもないです。本当に体調に問題がないなら仕事を手伝っていただきたいんですが。あ、はい、何ですか？先日買収した海外企業についてこちらへの入金ルートを確保したいんですよ。地下銀行じゃダメなんですか？額が額なのでもう少し安定したルートが欲しいんですよね。そういうのお得意でしょ？わかりました、細かいデータ送ってください。これってフロント企業用ですか、それともマネロンだけ？投資用です。節税はできればで。
でもどうせなら税金も下がった方がいいですよね。国籍確認します。あなたが私の補佐についてくれて本当に嬉しいですよ。おかげでうちは資金難から解放されて、下の人間も随分楽になりました。そうなんですね。それに新海組長もご機嫌ですし。ああ、今なんつった？うわっ。ああ、来ましたね。なめた口聞いてんじゃねえぞ、このクソ野郎！新海組長、なんだか激怒してますけど。え、いつものことじゃないですか。いつもの？ったく、いっぺん死んでこいってんだ。おはようございます、新海組長。おはようございます。ああ、なんだしけた面してんな。雑に因縁つけるのやめてくださいよ。こっちは忙しいんですから。だと？黒瀬さん、挑発やめて。牧村。はい。最近てめえ、しのぎ上げてるらしいじゃねえか。そうなんですかね。ああ？そうみたいです。すみません。なんで謝んだよ。今夜いい店連れてってやるからよ。時間空けとけ。遠慮したい。でも上の人が時間空けろって言ったら、暴力団員的には死んでも明けだけだし、ここでちょっと忙しいんでとか絶対普通の組じゃ言えな。ああ、私も補佐も忙しいんで、あんまり時間取れませんよ。黒瀬さん！だってこの件、今夜中にある程度見通しを立てなきゃいけないんですよ。そうかもしれませんけど。うるせえな。いいから5時には出るぞ。準備しとけよ。5時からどこ行くの？クラブ？その手の店？お酒とか無理やり飲まされたらどうしよう。ああ、昼寝始めましたよ。まったく身勝手な人ですよね。俺、お酒は。え？ああ、夜のあれですか。その辺はさすがに新海組長も分かってると思いますよ。大丈夫じゃないですか。そうかな。ものすごい荒れ晴らされそうだけど。とにかく、その時間までにある程度目処はつけてしまいましょう。牧村補佐、よろしくお願いします。はい。17時半。ここって、まさかのポケモンカフェ？おい、何ぼさっとしてんだ。予約してんだから、とっとと入るぞ。スカーレット、バイオレットのプレートコースはもう3人分頼んであるからよ。飲み物は好きなもん選べ。いいんですか？どうせなら3人違うのにしましょうよ。牧村補佐はどれがいいですか？キャラ的にはニャオハなんですけど、クオッスがラムネ味なのもいいな。ホゲータのリンゴ味も色が綺麗ですね。牧村、お前ステッカーいるか？俺は集めてねえからよ。いります。私のもどうぞ。実は SV はプレイしてないので、キャラは知ってるんですけどね。ありがとうございます。俺すっごい来たかったんですよね、ポケモンカフェ。で、また流される。どうかしたかよ。なんでもないです。というか、なんでポケモンカフェに？新海組長お好きなんですか？ああ、なわけねえだろ。ですよね。牧村補佐がポケモンを好きだからですよね。当たり前だろ。お前の慰労で連れてきてんだから。そういえばこの人、相手の趣味嗜好に合わせて接待するお気遣いの人だった。お前が酒好きならいい店あったんだけどな。どうせはしごするなら隅っこカフェとかの方が嬉しいですよね。いえ、お気持ちだけで。そうだ、そのうち USJ 行くか。マリオのなんかあるんだろ。ああ、それはいいですね。マリオだったら中高年の新海組長も楽しめるでしょうし。結果出してるやつに見返りがねえとやる気出ねえだろ。見返りがスーパーニンテンドーワールドでいいんだ。か
回転組、フレキシブルというか、なんというか、自由すぎない？ありがとうございました。ご飯も美味しかったです。ああ、またメニュー変わったら来ようぜ。はい、ぜひ。って、なんで楽しんでんだ俺。でも意外にちゃんと結果出してると新海組長優しい。そりゃそうだよね、組長だもんね。恐怖政治だけじゃやってらんないよね。ナイスアメとムチ。それじゃあ牧村補佐、また明日。あ、はい、また明日。ああ、なんとか無事に終わ。お帰りなさい牧村補佐。お帰りをお待ちしておりました。うわー、そうだった、嫌すぎる。黒瀬さん、黒瀬さん、そっち止めてください。兄貴、どうしたんすか、うなされてましたけど。もうすぐ晩飯できますよ。ああ、ヒロ、カジ、一緒に住んでてくれてありがとう。はい。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館、今川動画製作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。